タヒロチャンネルです、はい、今回もアトムズさんに来てるんですけど、また小森さんに今回も新シリーズの紹介をしてもらおうかなと思います、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。今回はですね、はい、アトムズだと初めてとなる軟式用の登場ということで、はい、まあ、自分もこれまでいろんなお店行ったり撮影してきた中で、アトムズといったらやっぱ公式用のイメージがあったんですけど、後ろに並んでるのが来年発売する軟式用、はい、軟式用って初めてですか？一応今回から定番ということで、はい、定番は初めてになります、はい、なるほど。皆さんも気になると思うんですけど、はい、公式とどう違うのかとか、はい、どんな型番があるかっていうのも今回紹介してもらおうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というわけで、はい、今回こちらにグローブ準備してもらったんですけど、はい、この右側にある5個が一般軟式用、はい、M 級対応ですね、はい、左側にあるのが J 級の少年軟式用、少年軟式用、はい、じゃまずこちらの M 級対応の方から型番紹介をお願いしようと思います、はいはい、まずこちらから ANF5NG っていうグローブになりまして、型としてはあの AKG5 ドメスティックラインの AKG5 型と同じ型になります。なるほど、はい、最初に気になるところなんですけど、はい、公式用のこれまでのシリーズと、はい、今回軟式用じゃないですか、はい、どのように革が変わったんですか？こちらの方は北海道産 F1 レザーを使用してまして、浸透紙レザー、はい、浸透紙レザー、はい、主にどんな感じなんですか？浸透紙することによってふわっと、少しまあ革が柔らかくというかふわっとした仕上がりになりますので、はい、まあ、軟式で結構グラブボールを弾くことが多いかなっていうのが ありますので、ふわっと掴めるということを、はい、どちらかというと柔らかめの感じなんですかね？そうですね、革自体は、はい、包み込むような感じでもしっかりとした出来栄えにはなってますので、十分これ硬さも残ってます、はい、こちらはどんな型番でしょうか？こちらは内野手用っていう形で、大きさ的にはこれはそうですね AKG5 型ですので、まあ、ショートセカンドサード用にしては少し小さくなるんですけども、はい、まあ、確かに軽いです ね公式に比べて、まあ、柔らかいとはいえ軟式のブリで見ると、はいはい、結構硬さはありますね。そうです、はい、これを片付けすると手に馴染んでいって軟式の暴れる球も補給できる、はい、そうですね、はいはいはい、こちらが 5NG ということで、もう一つ的には確かにセカンドショートかなというふうに思います、はい、では続きまして、この右にあるグローブ、はい、こちらが ANF16NG という 16NG、はい、この型で少し見覚えあるかなっていう方もいるかもしれないんですけども、はいはいはい、こちらも AKG16 型の型になってますので、それのまあ軟式仕様という、あ、さっきのやつと比べると、はい、ちょっと右側が広いですね。このそうですね、はい、こちらの方が広がってすごく当て取りできるかなっていう、はい、自分的にはこっちの方が好きな型もあると思うんですけど、はい、こっち側が使えるようなポケットもこう広く使える感じ、はい、セカンドショートですか？これもそうですね、結構広くて、まあ、操作性もよく当て取りもできる感じですかね、はい、この2型は結構自分の中では似てるイメージなんですけど、はい、ね、この一番右にあるこちらはどんなものでしょうか？こちらが ANF25NG、はい、一応まあ内野手用というかオールラウンド用ですね。最初の2型と比べてもこちらの方が大きくなってまして、まあ、内野手、まあ、サードとかでも使えますし外野でも使えなくないっていうグラブになってます、はい、ちょっとポケットはこっちに比べると縦になった感じで指が長い感じですか？はい、そうですね、うん、はい、ポケットが狭くて奥でしっかり取れるグローブかなと思います。一応この3型になってまして、アトムズの軟式用の特徴といたしましては、アトムズの職人育成シリーズっていう風になってまして、はいはい、育成シリーズ、はい、どういうことですかそれは？1年生の職人がグラブを作るというとで、1年生ってことはじゃあグローブ職人の1年目の方たちが作ってるってことですか？そうですね、育成を、はい、そうなんですね。自分らが見た感じは全然わかんないですね。そうですね、はい、職人成り立ての子が作ったグラブとは本当思えない、びっくりするような仕上がりです、はい、じゃあまずこちらが M 級対応の内野とちょっと大きめの内野兼オールラウンドみたいな、はい、では続いてこの上にあるミットの紹介お願いします、はいはい、こちらが ANF2NM、 2NM、 はい、深めでしっかり掴むキャッチャーミットという形で、うん、はい、ポケットが結構奥でしっかりがっちり掴む系の感じですかね、はい、やっぱり軟式なので、はい、っていうところもあるんですか？しっかりまあ深めで掴んでもらう、まあ、弾くことが多いかなって、軟式の方が公式より、はい、で F1 レザーの特徴を生かした浸透紙レザー、これってここはどうなってるんですか？この赤っぽいのは、これが中赤ブラックと言いまして、でもすごいですね、こっちも赤なんですね、はい、これ普通のブラックとやっぱ違うんですか？浸透紙で赤を使ってる、はい、隠れおしゃれみたいな、そうですね、キャッチャーミットの、まあ、がっちり掴む系ですね、はい、非常にこちらもいい仕上がりになってます、はい、こっちのミットに関しては、はい、中赤ブラック以外にもカラーはあるんですか？オレンジと赤オレンジ、はい、こっちとこのカラーも、はい、こっちの野手用も出るんですか？そうですね、ブラックは野手用も3色、あ、はい、なるほど、で全色揃ってると、はい、はい、こちらキャッチャーミットですね、はい、はい、じゃ次のファーストミットお願いします。はい、これが ANF3NM、 3NM、 はい、はい、小さめにはなるんですけども、非常に小さめで操作がしやすい、そこが売りのファーストミットになってます。なるほど、まあ、自分が見た感じでは深めのポケットかなと思うんですけど、はい、軟式のこの回転とかを、あ、しっかり包み込んで取るという、結構この中赤ブラックとこの赤ステッチと、はい、ラベル結構合ってますね、ここかっこいいですね、あ、結構やっぱブラックっ
ってステッチでイメージ変わる感じがするんですよ。そうですね、赤はあんまり定番で見たことなかったので、はい、これちょっと注目かなと思います、はい、でこちらが MQ 対応の大人用の軟式になったんですけど、じゃあ次少年ですね。少年軟式用のエグローブの方を紹介お願いします、はい、さあこちらから手前から、はい、ANF の 1002YG 小学校高学年ぐらい方に使っていただき安いグラブになってますね。5、6年生ぐらいですかね。はい、そうですね、はいはいはい、前回ユースグラブの方を紹介させていただいたんですけども、公式の方ですね、はい、それの1002型と同じ大きさになってますね、はい、公式と軟式が本当に同じ感じで存在してるっていう感じですね、はい、これは内野手が2型あるんですか。そうですね、はい、はい、こちらが1004、はい、あ、かなり小さめですね。そうですね、こちらも前回紹介しました公式ユースグラブの1004型グラブと同じ、はい、なるほど、ね、説明簡単にすると、はい、このセットが本当に公式にもあるってことですね、はい、あ、そうですね、なるほど、中型ぐらいと 1,2,3、はい、年生みたいな、はい、確かにここまで来るともう本当に低学年って感じですね、はい、これもカラー展開は一緒ですか。そうですね、3色、はい、はい、じゃあ最後にミットですね。じゃあまず最初にキャッチャーミットからお願いします。はい、こちらが ANF2001YM というキャッチャーミット、はい、こちら特徴はどんな感じですか。小ぶりなんですけども、はい、小学校高学年向けクラブになってます、はい、はい、小さいんですけども少し小さくは見えるんですけども、はい、ブルペン用のミットとして、まあ、大人でも全然使えるクラブになってますね。なるほど、はい、コーチとかもじゃあ使える感じですね。はい、もちろん小学生向けですけどもブルペン用として使っていただけるサイズになってます。中学 1,2 年生とかでこっちが大きいっていう子はこっちでいいかもしれない。そうですね、これでも全然使える。なるほど、はい、これ革は同じなんですか。革は一緒です。はい、で最後にファーストミットお願いします。こちらも ANF3001YM というグラブになります。こちらも大きさ的にはキャッチャーミットと同じで高学年から手の小さい大人の方でも使っていただける大きさになってます。なるほど、こちらもさっきと同様に中1中2の子とかはこれちょっと大きいなっていう方は少年用でも全然中学生でいけると、はい、まあ、やっぱり革が一緒っていうのがいいところですよね。そうですね、はい、はい、3年生とかもしくは高校に上がるときに変えていくのもいいですもんね、はい、まあ、高校で軟式やる子もいると思うので注目してほしいかなと思います。軟、はいはい、式用のシリーズ紹介してもらったんですけど、やっぱりアトムズって公式用しかなかったじゃないですか、はい、でこれがお店に並ぶのがいつ頃ですか。こちらの方も納期は3月頃、はい、軟式ってなかったので、はい、ちょっとはめて新しい感覚ありましたので、はい、注目してほしいかなと思います。はい、はい、まあ、自分は今回これですかね。この方が一番これが一番合ってるかなと自分的には思います、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで本日はこちら、はい、ナショナルラインということで軟式用の MQ 対応と JQ 対応を紹介してもらいました、はい、何回も話してるんですけど、やっぱりアトムズの軟式用ってこれまでなかったので、ぜひこれお店に並ぶ3月頃お店でチェックしてほしいかなと思います、はい、やっぱり公式用とは違う革に自分感じましたので、はい、その辺ちょっとチェックしてほしいかなと思います。3本立てで行いましたが、はい、1本目と2本目、またその前の時に撮影した公式用のシリーズも概要欄貼っとくのでチェックしてみてください。それでは今日のチャンネルは以上です。オーリオショー。そして今回のプレゼント企画です。今回はこちら11月発売の GS スパイク、こちらを1名様にプレゼントします。オーダーということでお好きなカラーとお好きなサイズで製作し、こちらを1名様にプレゼントします。左は草野球用、右は高校野球対応となっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。いいでしょ。